どうも、潜入オイリです。今回の潜入先はこちら、大阪堺にあります辰巳木絵製作所という包丁や鍋などの絵屋さんですね、絵を作ってる会社に行ってまいりました。堺は刃物の生産地として有名なのですが、分業制といって鍛冶、研ぎ、刃付け、そして絵付けなどそれぞれの工程に職人がいて、互いに切磋琢磨し合いながら一つの作業を極めていく、だからこそ品質のいいものが出来上がるというものが堺包丁の特徴です。そして今回はその包丁に必要不可欠な絵ですね、絵がテーマです。包丁の絵がどのようにして作られているのかっていうのはもちろんなんですけど、辰巳弘康さんという若き4代目がいるんですね。その方の考え方、そして取り組み方にも注目していただけたらと思います。とても興味深く面白い内容となってますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編へどうぞ。これ今やってるのがこういう状態の、まあ本当斧で割った、割ってそのまま送られてくるような割り木の状態で、これをこういう、まあ剥きっていうんですけど、まあ皮を剥くように、あの刃で、あの加工していくっていう作業になります。まあ成形と思って。ちなみにこの、今木材は頬の木ですかね。あ、そうです。はい。要はこういう形にしたいとはこんなやつから、はい、まあ、こんな形になるし、もう今の剥きっていう作業ですね。そうです。なるほど。なると大きいけどな。はい、かなり大きいですね。卵焼きやわ。あの卵焼きってあの四角いやつ、はい、の絵です。はい、あの京都の卵なんか焼くとこあるでしょ、はい、ああいうとこに行くんで、あの同性の卵焼き。そうです、そうです。なるほど、なるほど。そんなのも作ってるんですね。すごいね。の工程は、この端っこ、はい、隅っこのなんていうか、きっちり垂直取るために、はい、あのまあ、ゆくゆくこうプラスチックだったり水牛の輪をはめるときに、はい、ここは水平じゃないと、はい、歪むというか隙間ができたりするので、まず平らにする作業をやります。はい、はい。ちょっとまあ、さっきとは変わっちゃうんですけど、寒い、しんどい、いろいろあります。そんな時でも健さんはもうとにかく、ま、負けるかなんとか、これ口癖のようにつぶやいていたそうです。ここで、あの押し込んでいって垂直に切断する。ここで、あのまあペーパーになってるんで、はい、先細になってるんで、はい、あの角度を調整する。それ調整して、あのちゃんと垂直になってるかどうかを見極める、はい、垂直の面が取れてるようにとか、こういう作業。ちょっともうちょっとやります。はい、
炎が、これが第2ヒントですね。第3ヒント。負けるか、アンケラソン。アンケラソンってね、海外独特の言葉です、ね。ポテトチップスみたいな。そう、本当そう思いました。僕はそれ言おうと思ったんですけど。アホかという意味ですね。本当にポテトチップスみたいですね。ですね。面白い話題というか。負けるか、アンケラソン。これ今ちなみに9勝の9戦勝負の材料です。負けるかどっちかな、このガキか負けるか、このガキ、このガキ、アンケラソン、負けるかアンケラソン、この3つのうちの1つをお選びください。はい、富士クイズのお答えを電話とファックスで受け付けします。電話番号大阪68098水つけないと歯が痛むんで。あ、なるほど、だから水つけてる。そうですね、ふやかしたりしてやってます。意外と大事、はい、本当ですね。ここまで来ると、はい、もうあとは、その竹を、まあ、切ったりとか、はい、まあ、頭の方やったんですけど、はい、ケツの方をあれで切っていたと。長さは同じ太さでも竹変えるだけで用途とかサイズを、はい、全然違うものにすることもできるんで。ある程度こう、これ以降の作業、かけきっていうのと、はい、穴開けるのと、はい、面という、面取りっていう、ここ、加工していく作業、はい、であったり、あと、焼き込みっていう向こうの作業は、はい、順番変わっても行けるようにしてて、じゃないと、その、イレギュラーにこう注文が入った人なんかに対応できなくてもいいので、割とそこは、なんていうか、どの順番でやってもクオリティ変わらないようにしてます。なるほどな。ってくると、これも本当に、さっきと同じで、はい、テーパーがかかってるんで、セットしないといけないんですけど、まず、まあ、基本的にはこの、なんていうんですか、穴の位置。こういう動きするんで、まっすぐ通ってもらわないといけないんですけど、こうテープがかかってるんで、ここが水平やと、穴がこう見るとこっちになるんで、そうですね、はい、ここ水平やとダメなんですよ。はい、ちゃんと、物として真ん中を捉えないといけないし、それを見極めながらちょっと難しい。そうですね、そうですね、確かに。っていうのと、もう一点あるとしたら、この、穴の位置が、はい、これまあ、右こう持つんで、はい、ちょっと上に、はい、来てくれるように、はい、この上下の操作で、寄せたり離したり、こっち下げてこっち上げると右に寄ってくるんですよ。なので、おお、気持ちいいですね。どうも、こんちゃんで、まあ、まっすぐ来てから。これが、こっちやと、お辞儀しちゃう、カブカブ。で、上やと、ちょっと舞台くれる、はい。なので、真ん中に来るよ。こっちもこう、寄ったりしない。そういうことですね。はい。まあ、こうやと柔らかいんですけど、ホプタンとかやと、やっちゃ硬い。その地球で最高の経済大国日本、その日本でパチンコ業界第3位のコーナー、ファンのようにすごさでしょ、パチンコ結構
ぐらいのスピード感で、やってます。これぐらいドリルの種類ある。これとかはマグロ切りです。多分シャクレバとか大きいシャクレバ、はい、ものですね、マグロ切りとか、はい、まあ、兼用してるのもあるんですけど、はい、まあ、割とでドリル大体あの大工道具とかでも使うと思うんですけど、はい、消耗品じゃないですか、はい、うちこれ研いどるんですよ、はい、10年20年くらい、使ってて、まあ、やっぱ研がないともうすぐだね、切れ味が落ちるってことですね、はい、1日おきには絶対研ぐんで、1日おき、はい、まあ、使った時ですけど、はい、質問とか大丈夫ですか、はい、質問いいですか、まあ、今あの楕円型だと思うんですけど、はいはいはい、中にあの栗型とか、あ、そういうのが大変ですか、はい、それってまあやり方とか、まあ、これはもう本当に単純でその中にその型みたいな素材が入っていて、はい、あれ回してたじゃないですか、はい、あれがさっき丸の動きやったんで丸にこう動いてくれるんですよ、はい、で逆に八角やとあのここがこういう動きです。あ、なるほど。してくれるんで、あの、まあ、ここまで綺麗な八角にならないですけど、はい、あの、形が変形してくれる。はい、この中に型が入ってるっていうのと、形を調整する。なるほど、なるほど。太さとか、ペーパーの角度は、もう随時このレバーとか、はい、あの、どれぐらい寄せるかみたいなところを、はい、まあ、手で調整する形です。へ、は、ぇ、い、フリーも、はい、あ、そうです。そうですよね。振りも。振りもこれでやってます。こ、はい、のしのぎってやつですね。そうですね。はい、まあ、どっちかっていうと、こう、とっかかりを作って、手で合わせていくみたいな、はい、そんなイメージ。なるほど、なるほど。すごいな。尿枠を作っていくみたいな。ありがとうございます。はい。はい、それすごい、どうやってやってるのかめっちゃ気になってたんで。そうですよ。これ7オンにしてもらおう。これ8年。はい。これ7オンにしてもらおう。はい。の、丸穴開けた後、はい、次その、中子に合わせる四角い穴に変形する、はい、作業で。よろしくお願いします。へぇー。熱で形を変えていってる、はい、針に糸通すような感じですよね。絶対難しい。ちょっと早いな、すごいね。いや、これはね、かなり経験がいりそうな、はい。これはね、このタイミングじゃないとね、はい、あの溶けてしまうんですよ。ああ。鉄が。はい。だからあまり長くやってると、もうここから下が溶けてしまうから。はい。だからもうすぐに過ぎてやらんと、はい、温めすぎても良くないってことですね。
ある程度温めないと中入っていけへんからね。このタイミングがないと温めていけへん。長く押してるとね、裾、カーブ、はい、カーブがこの後ろから出てくるから、はい、それもあるからすぐに行かんと、はい、たまにあったりするんですよ、やっぱり。多分でもあれは包丁、絵付けの時にできてると思って で、ね、でもやっぱあれって結構ありますよね。すごいな。はい、ここまでやると、うん、次はワンハメをやる。プラスチックの輪の場合やと、まあ、ある程度形は一定なんで、この、まあ、だいぶ合ってるんですけど、やっぱり手作業なんで、まあ、火も天然なんで膨張したりとか、合わなかったりするときはあるんですけど。すごい。この穴で、まあ、この辺とか、はい、ちょっと締めてやると入るし、すごい。それ面白いな。本当に圧力で持ってるんで、はい、この木面白いですね。最初は本当に4個5個ぐらいのちっちゃい穴からスタートして、はい、やっぱ叩いていくとちょっとずつ広がっていくんで、はい、まあ、100年かけてこれぐらいの量になったっていう。かなり頑丈な木なんで。いや、すごい。いや、面白いですね、これ。そうですよ、本当に歴史が刻まれてるというか。うん、そうですね、今やってるのは、はい、プラスチックの場合はこれって感じですか。水牛の場合もまた、水牛の場合はもう、なんていうんですか、もうちょっとっていうか、ほとんど変わらないんですけど。あ、そうなんですね。もう本当に叩き込んで入れていくみたいな感じ、はい、場所が違うだけで、はい、やってること自体は本当に変わらない。一本手に取っていいですか。そう、全然。いや、すごいな。真裏側行って。いや、うん、びっくりしたって。今のバーハメと仕上げの間の、はい、バーハメた時ってまあ、一体じゃないんで、はい、それをまあ合わせていく、和と木材を一体化させる。なるほどね。
これは普通のバフって言って、あの柔らかい布ですよね。はい、布バフ。あ、これですよね。はい、これですよね。へえ。白棒ですかね。あ、用意してますね。そうです。白棒です。ありがとうございます。くるくる、この形がどこまで。いや、綺麗ですね。やっぱりね、水牛、これは、まだちょっとね、水牛の輪なんで。はい。ちょっと綺麗ですね。ありがとうございます。すごいな。これが最終仕上げの段階、ね、一番最後の。ここでは最終ですね。で、ここへあと包丁をね、入れて、はい。だいぶ角も丸くなって、すごいですね、肌触りが。ああ、そうですね。やっぱり。多分、ホウノキでも、はい、僕が一番気になったのは、なんかランクがあると思うんですよ。まあ、材料のランクで言うと、はい、この、なんていうんですかね、変色してるところが、青田っていう、木材の中心の若い、まあ、細胞というか、位置のあるところが青田っていう。材料 でこの外側の白いところが白田って言って、まあ、外側のちょっとこう古いあの細胞ですね。なので、外側の方が安いで、内側の方が、まあ、頑丈やし持ちもいいんで、ランク的には言うと高いです。で加工も、青田真ん中の素材の方が穴通しやすかったり歪みがなくなったり結構、まあ、扱いやすい。はい、まあ、その価値高い。みんなそれ欲しい、はい、っていう
まあ、素材のその方だけで限定すると、はい、ランク的にはその2種類があって、はい、で、あとは、まあ、あるとしたら、まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、こういうプッシュみたいなのは、はい、まあ、プラスチックやと、まあ、言ってるんですけど、はい、水牛とかちょっと値段の高いものには NG 引かれたり、あとは、まあ、どうやって再利用してるかというと、まあ、漆塗ったり、はい、上に上塗りするようなものに使うっていう感じで、まあ、ランク的にはその3つの青と白だと、まあ、こういうプッシュがあるようです。なるほど、ちょっと待って、ありがとうございます。人によって当てる位置がとか座高があるんで変わったり、あとその力の入るところも変わったりするんで、意外と最初の頃は自分で動画撮って、はい、あのフォームチェックしたりとかやってました。へえ、はい。ちなみにこの木材は何ですか？一一の木っていう、ご存知ですか？聖徳太子の時代に一一の人に贈られてた木、由緒正しい。綺麗ですね。そうですね、最近人気です。この間分かりやすくするためにこっちがあの仕上げる前と、はい、あと仕上げた後、全然全然違うちょっと割れちゃってる。こんなに生まれ変わるんですか？これ分かりやすいですね。そうですね、ありがとうございます。やっぱ暑いですね。かなり暑い。確かに、これ以上こういったらもうポーンいってる。おお、めちゃくちゃ綺麗です、ね。綺麗、やっぱ綺麗ですね。出てます。本当ですか？エアさんの才能あるんじゃないですか？本当ですか？ありがとうございます。はい。いや、でもそう、この水牛の白水牛とか、はい、こういったのすごい、まあ、気になったんですけど、はいはい、やっぱりその、まあ、白と黒の基本的な、まあ、違いっていうのを教えて、はい、どういう違いがあるのか、何が違うのか。品種が違うはずなんですよ。あの白水牛として送られて、あの、はい、色紋っていう名前で送られてくるんですけど、はい、品種が違うっていうので、はい、黒の角の水牛と白の角の水牛がいるっていうところがあって、でこの辺とかは、まあ、もう単純に黒の水牛のアルビノというか白くあの変色しているものですね。個体差的にこういう色になってるのもあります。これ、まあ、僕からしたらこういうのちょっとめっちゃ好きで、はいはいはい、そう、結構これ求められたりしないですか？そんなことないですか？むちゃくちゃ欲しいって言ってくれる豚屋さんと、はい、いやそれはちょっとっていうので結構きっぱり分かってます。もう真っ黒か真っ白がいいっていうところと、はい、割とまだらの模様が、はい、でもそれはね、あの量売るとかやったら、はい、あの品質管理がしにくいっていうので、はい、真っ黒がいいって言い張るかなっていう、はい、
なるほどなるほど。割とまあ高級品を少量売り張るとこは、はい、あのそういう珍しいものの方がいいっていう。なるほど。で割ときっぱり分かれてますね。へ、昔でもそれこそ僕が生まれたぐらい20年ぐらい前は、はい、もうこういうのは絶対 NG で、はい、もう黒真っ黒しか嫌っていうのが普通やったんですよ、はい、で最近白の方がいいとか、はい、ちょっとまだらがいいみたいな、はい、そういう需要が最近出てきだしたっていう時代ですね。いや本当そうやと思います。あれ木もそうですよね。さっきのなんか、はい、あ、なんていうんですか、節みたいな、そう節みたいな、節ありの方がなんか最近ちょっと違ってきたりとか、そう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 、あ、木目がこうぐにゃっと曲がったようなものとか、そうそうそう、なんかやっぱ変化があるんですね時代の。もうだいぶ変わってると思いますね、うん、特に海外の人はその色とか、はい、割とその素材のなんていうんですかね、木目感とか、はい、素材感が出てる方がいいって言い張るんで、あ、それは大きな変化で需要がそっちに移っていったりとか、はい、してるんやと思うので、はい、そういう意味では、これはもうずっと昔からそうですね、この3種類でやってますね。ちなみにまあ包丁にあったまあ木材が、はい、もちろん方が一番一般的だと思うんですけど、はいはいはい、それって、はい、大昔からなんですかね、どうなんですかね。方は結構昔から使って、はい、もう昔から使ってます、1代目とかの時から。そうですそうです、はい、もう全然うちらが始めるより前から、はい、それこそ何百年前から多分方を使っていて、はい、まあ在来の木材で割と量を取れて、はい、で多分その衛生的とか、はい、その芸術的かどうかとかいろんなこう今の価値観とか支障あると思うんですけど、はい、そういうの出来出したの多分最近で、はい、どっちかっていうともう本当に作れたらいいぐらいの、はい、本当に日常的にもう雑にバスッとつけるぐらいの木でいいっていう感覚やったんですよ。なので建築資材で残った端材をちょっと加工してつけるぐらいの、はい、それぐらいのテンションで作られてたっていうのはどうか聞いてます、はい、なるほど、なるほど。本当に大昔やとそこの路面電車あるじゃないですか、はい、あれ、まあ、戦争で焼けた時に、はい、焼けた鉄は菓子屋さんが持ってって包丁にして、でその横の短手の木材あるじゃないですか、はい、あれを絵にしてたみたいな話を聞いたことがあります。面白いですね、はい、なので本当にそれぐらいの、まあ、あるもので付け合わせでつけてたぐらい、はい、まあ、なので今やったら黒炭とか本当一生持つぐらいの勢いで使ってますけど、はい、もう年1回とか半年に1回ぐらいにもうすぐ付け替えるぐらいの、はい、ことを思って使われてたので。なるほど。そんなにそこの素材をこだわったりみたいなのは最近ですね、はい、ほー、はい、へー、日用品やったんで、はい、まあね、工芸という言葉ができたの最近ですし、はい、人間運動とかも、はい、多分そこまで歴史長くないと思って、はい、一番、まあ、耐水性があるのと、加工しやすいのと、はい、量取れるの、はい、この3つが方が一番です、はい、杉ヒノキは柔らかすぎて割れるんですよ、はい、なので建築資材とか大きい材にするのっていいんですけど、はい、なんていうんですかね、こう細かく成形していくんで、はい、木目が大きかったりするとバリッとこう割れるというか、木目に沿って割れるみたいな、なんかそういう不具合が出るんで、なのでこう木目のきめ細かい方の木が一番いいっていう、はい、なるほどなるほど。まあ作業をしてる中で、はい、なんか大変なこと、例えば、はい、怪我しや実際にどういった怪我が今まであったとか、はいはいはい、包丁屋さんも鍛冶屋さんとか研ぎ屋さんも大怪我したらもう指なくなるぐらいの大怪我なんで、まあそういった怪我はあるのかっていう、多分一番怪我的にリスクがあるのは、はい、一番最初のあの皮むきあったじゃないですか、はい、あれはあの挟んで巻いていくんですけど、はい、その挟む時に指が前で木材があったやと、はい、そのカッターが回ってるとこに指いっちゃうとやっぱ飛んじゃうんで、そこは危ないんですけど、うん、まあ、うちの家系というかここ100年ぐらいそれで怪我したっていう人は知らないです。ああ、なるほど。それだけまあ注意してるっていうのと、はい、まあ、あとはうちに関して言えばあの作業は一応一番年配というか代表がやるみたいな仕組みになってて、はい、やっぱりその何かあった時にまあ若い人が怪我してしまうとあと長いじゃないですか、はい、だからまあそういう意味でまあ何ていうんですかね、よくこうその作業させへんってなると、はい、まあ、なんやろ、花形やからとか、俺がやりたいからみたいなニュアンスで
割と受け取られがちなんですけど、はい、そういう怪我のリスクを分かった上で、まあ、代表の一番年配の人がするみたいな、なんかそういう風習はあるみたいですね、僕が。はい、まあ、多分それ初代の時からそうですね。はい、もともとずっと小さい頃から、まあ、継ぐことを、はいはい、目的としてたというか、告げて言われてたのかとか、はい、もしかして他に夢があったのかとか、はいはい、ちょっとそういったお話聞きたいんですけど。ああ、もうそれは割ときっぱり、はい、絶対告げへんと思ってたんですよ。で、大学入るのも、自分の親戚というかおじさんが割と有名なこう建築家の人 で、はい、で、その人に憧れて割と、なんていうんですかね、絵描いたりするのも好きやったし、はい、なんかゆくゆくはそういう設計とか、はい、形を決めるような職業をしたいなみたいな、はい、漠然と思って、はい、でそれで神戸の建築の大学に進んでっていう経緯で、だからもう一人暮らしその時してたんですけど、はい、それの時はもう家帰ってこうへんからって言って出て行ってたっていう状態でした。はい、もうで、まあ、その最後、卒業研究が、はい、うちのゼミの先生が、はい、ランドスケープっていう、こう、まあ、都市計画とか、まちづくりとかしてはるような人のとこに行ったんですよ。うん、で、論文というか、卒業制作を何しようかなって思ってた時に、意外とこう、堺出てみて気づいたのが、あ、うちの家業というかお父さんやってることすごいんやなみたいなのをなんかちょっと感じるようになって、はい、隣の学科はプロダクト学科っていうものづくりのデザインの学科やったんで、よりやっぱそういうことをちょっと耳にすると意識し始めて、じゃあまあなんか面白そうやしやってみようかなっていうので、こう街のことを調べたり歴史調べたりして、はい、あ、こんな可能性あったんやみたいなことをまあその時気づいて、はい、で今なんていうか、その後大学院行って就職したんですけど、はい、大学院の時はもうがっつり堺の研究と、はい、なんかそれに伴った設計みたいな、はい、今ってこういろんな工場が平面的っていうか街の中にこう点在しているような環境があるんですけど、やっぱり、まあ、機械の音とか、あとその、まあ、危ないとか、あとそのインフラ関係、はい、火とか水とか電気の、はい、まあ、効率が悪いじゃないですか、点在してると、はい、それを、まあ、一箇所に職人ビルみたいな超高層のビルを建てて、でもそれ職人だけ集めるとあんま意味ないんで、いろんな人が入ってもらう中でこうなんか関係性作っていきながら、こう今の街でやられてることをビルでやるみたいな、なんかそういうことを研究でやってました。なるほどなるほど。そんななんか全然今やってるのと関係ないやみたいな。いえいえ、なんかそういった、はい、定期的に集まりみたいなのってあるんですか？今僕が入ったのがちょうどコロナが始まった時やったんで、はい、もうそういう飲み会とかそんな一切なかったんで、逆になんかちょっと寂しいです。ああ、なるほどなるほど。はい、でも中はいいみたいで。あ、そうなんですね。大昔は組合とかも、A 屋さんだけの組合とかもあって、はい、そこでやり取りしてたり、はい、まあ、その流れでそのなんていうんですかね、仲良かったりはするんですけど、はい、頻繁に会ったりみたいなのはすごい減りましたね。やっぱりそれぞれもう年いったりしててですね、はい、会うとしたらもう本当に若手の僕らみたいな世代の人がちょっと打ち合わせでみたいなのがあるんですけど、はい、全然ないですね。まあ、やっぱ包丁の実際堺の、はい、まあ、後継ぎがいなくなったりとか、はい、で、まあ、堺が今後包丁文化が衰えるんじゃないかって言われてるんですけど、はい、その点についてどう思います？は、はい、なんていうんですかね、むしろここプラスに捉えてて、あ、はい、まあ、やる人がいないけど、はい、でも、なんていうんですかね、自分はこう価値を分かってるわけじゃないですか、価値というか、あ、こういうのやっぱいいよねっていうところを、なんか自分なりにこうそのデザインをやってる活動とかがそうなんですけど、なんか幅を広げて、なんかむっちゃ自分勝手なこと言うと、そのついでくれた人が別の会社を立ち上げて、その会社が A 屋さんであるべきとは思ってないんですよ。 A も作るけど、なんかなんやろう、まあ、例えば木製の野球のバットを作ってたり、なんかそういうこう木工に携わるようななんか技術とか、なんかそういう生き方みたいなのが
浸透していくと、はい、めっちゃ嬉しいなと思ってて、なんかそういう意味では本当に何ていうんですかね、まあ、幅を広げたいっていうか、はい、絵だけでじゃあ実際食っていけるかって言ったらどうなんかこれから分かんないじゃないですか、はい、なんかそれを考えると、あの僕自身がそういう活動を通していろんな楽しみ方できますっていう、はい、なんかなんていうんですかね、マスコットキャラクターみたいな、はい、感じになれば、はい、なんか面白がってくれる人は絶対いるやろなって、絶対面白いと思います、はい、なまあ僕もそこが、いろいろできるって分かって都合って決めたんで、はい、そこはやっぱり発信していきたいし、はい、なんか面白がってる人はあの実際増えてきてはいるかなと思うので、インスタとか今やってるんですけど、はい、あのなんかそういう横のつながりができ始めてるんで、あとは縦に広げていこうかなっていう。いや楽しみですね、はい、すごい具体的なこと言うと、そこの、まあ、できるか分かんないんですけど庭が今あって、はい、でそこをなんか何やろう、本当に、まあ、趣味レベルでもいいんで、はい、レンタルのなんか絵の工場みたいな、うん、なんか体験以上やけどその弟子入り未満ぐらいの、なんかそのちょっと本気のなんか関わり方みたいなができたらいいかなと思ってて、それこそ YouTube やってる人が自分で作りたいみたいなモチベーションがある人が、はい、あの週末だけ来てちょっと作業するとか、あとはまあ会社員やけどもともと芸術系の大学で、はい、なんか木工やってた人がちょっと器作りたいとか、はい、なんかそういう場にこうこの工場を作り変えれたら一番最高やなと思って、はい、でそれってもうなんか今までの指定制度じゃないこう技術の広がり方が起きて、それこそこうイノベーションであったりとか、なんかいろんなプロダクトの可能性が広がっていくんじゃないかな。いや本当にワクワクしますね。それは僕もぜひ作っていただきたい。わかりました。はい、ぜひ参加します。そうですね。はい、もう来てもらったら全然、はい。今の仕事をしてて一番、まあ、やりがいというか嬉しいなと思う、はいはい、そのポイントとか達成感を感じるときってどういったときですかね。僕は問屋さんがいることやったんですよ、はい、それはなんていうんですかね、ちゃんとあめっちゃ的確な指摘返ってくることが多くて、あの本当に芸術大学で先生に言われてたそのあそこ考えてなかったみたいな指摘がバンバン飛んでくるんで、やっぱりそこのなんていうんですかね、お客さんの意見をそのままこう言ってくるんじゃなくて、ちゃんと一旦こうその包丁としての商品に抽象化して僕らにその形こういうことするとこういうアクシデントが起きるそうやでみたいなこととか、なんか結構技術的なとこまで踏み込んで言ってもらえるのが今めっちゃやる気になれるというか、なんかそういうこうなんですかね、例えばこうインスタとかで自分の友達とか全然絵のことを知らない人にアプローチして意見聞くのもめっちゃ楽しいしやりがいあるんですけど、やっぱりでもプロの人がで、しかも僕らより上の2代目1代目を知ってる人がなんかそれ1代目やっててんけどなみたいな、その時あれやってみたいな話を聞くのとかがすごい今自分のモチベーションになってます、はい、っていう。なるほど。いやそれそれが一番僕が今楽しいなと思う時間です。なんて素晴らしい。まだまあ言うて僕3年目なんで、はい、まだ何もできてないです、はい、なんかとにかくその今仕事でやってることをいかに楽しんで、はい、自分のプライベートに持っていけるかみたいな。なるほど、つながってるんですね。はい、もうほとんど一緒です。仕事してるんか遊んでるか分かれへんので、はい、そんな状況です。いや、ありがとうございます、はい、はい、でははい、ということでエンディングとなりました。最後まで見てくださった方ありがとうございます。いや、いかがでしたか。めっちゃ面白くなかったですか。今回は包丁の絵ができるまでということでしたが、絵一つ作るにあたってもその中にいくつもの工程があって、一つ一つの作業に愛といいますか、まあその職人の思いっていうのがすごく感じられましたよね。何かこうすごく歴史を感じるような場面っていうのもありましたよね。そしてこの絵ができた後ですね、このあとどうなるか、このあと包丁に絵を刺すんですけど、そのシーン、その動画っていうのが以前の潜入動画
堺菊森で有名な川村刃物さんの潜入動画を見ていただくと絵付けシーンが見れますのでぜひご覧ください。すごくこちらも迫力ありましたね。あと包丁の絵による違いですね。和ハンドル、洋ハンドル、オールステンレスとあるんですけど、それぞれどういったメリットがあるのかっていうことも以前解説動画として挙げてるのでぜひこちらもご覧ください。はい、ということで今回の動画は以上です。もしねこの動画が少しでもいいなと思っていただけたらぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして辰巳さん本当に本当に貴重なお時間、そして貴重な体験ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい。